ほぼ同じですが、さらに上回った予選1位の通過の方となります。はい、スタートしました。台湾龍華科技大学、韓海新藩さんとウーザオイさんの融合法ですね。さあ現在暫定1位が4秒739となっております。かなり見た目はエッグワーカーの方が速いかもしれませんね。これがコースとの噛み合いもあると思いますが、記録を超えることができるのか。はい、ゴールしました。35秒917となります。延長するために連続4人か軽量化、そして最短ショートコースの壁切れを意識したセンターハイツの工夫を施したものとのことです。期待の眼差しで見ております。解散自身はほとんどもう動揺することなく静観しております。さあまだ終わっていない。探索を続けます。思ってしまうことが多いようですね。V90 を超えてマップがつながりましたかね。ここでストップです。 V90 は難なく超えますね。探索の時点で4秒目のここです。さあこれで戻ってきました。残りが3分30秒です。皆さんカメラを掲げている方が多いです。では2回目お願いします。はい、スタートしました。2回目の走行となります。はい、ゴールしました。記録が4秒973です。少し当たってちょっと遅くなったかなと思ったんですけど、4秒台ですね。早いですね。思ったより全然ビビるより早いです。多分もちろんまだマックスではないと思われます。さあ3回目の走行です。早いです。ルートは先ほどとは全然おっと入りました。4秒0.005秒差です。で、暫定1位となりました。コンマ5秒ですね。コンマ 0.05 秒煽りを受けております。さあ、スタートしました。4回目の走行です。さあ、ゴールしました。4秒71です。さらに記録を更新しました。最終となります。さあ次がクラシック競技エキスパートクラス決勝の最後の走行となります。煽りは万国共通のようです。さあスタートしました。最後5回目の走行です。さあそこを通ってゴールしました。カイさんの1位の記録というか暫定全体の1位記録となりました。カイさんおめでとうございます。ありがとうございました。続いてクラシック競技エキスパートの決勝を終わります。ありがとうございました。Thank you.